皆さんは動物と触れ合うことで心が落ち着いたり、ストレスが軽減したりなどの体験をしたことはありますか？動物たちには私たちの心を癒してくれるだけでなく、病気や怪我の治癒に貢献してくれるなど素晴らしい力があります。これはアニマルセラピーやペットセラピーと呼ばれ、専門的に訓練された犬、馬、鳥などと触れ合うことで身体的、精神的な健康の向上をサポートするものです。今回のお話はそんな動物の力を証明してくれる実際の少年に起きたお話です。ユタ州に住むハワード一家は人生が一変してしまう恐ろしい悲劇に遭ってしまいます。ハワード家は5人の子供たちのいる7人家族でした。ある日、母と4人の子供たちがドライブをしている時、居眠り運転をしながら車線変更をした若いドライバーの車が激しく追突しました。この事故で母と子供たち2人が亡くなってしまい、生き残ったのは13歳のレイチェルと6歳のケイレブ君でした。ケイレブ君は複数の骨折と外傷性脳損傷を負ってしまいました。実際に駆けつけた家族全員が絶望感に襲われてしまいます。ケイレブ君の脳細胞は破壊され、身動きができない状態でベッドに寝たままで、医師にもケイレブ君が助かるのかどうかは分かりませんでした。そしてもしも命が助かったとしても、わずかな回復しかしなかった場合、残された家族は喜びや悲しみに欠ける人生を送ることになってしまうかもしれません。病院でケイレブ君の様子を見ながら不安に打ちひしがれていた父親ベン。ケイレブの回復の見込みは少ないかもしれない。ところがある日、カーネルという犬がやってきたことがベンにとってターニングポイントとなったのです。カーネルは作業療法士が連れてきたセラピードッグでした。犬に癒しの効果があることは分かっていても、回復の見込みがわずかだと思われていたケイレブ君の人生を変えることになるとは、初めは医師もベンも想像していませんでした。カーネルがやってきた時のケイレブ君の状態は、大腿骨下部と膝、腕の骨折、そして衝突の激しい衝撃で脳の何百万もの細胞が死んでしまった状態でした。この時、脳損傷患者の回復の見込みを測るランチョスケールが行われますが、その結果、回復の見込みはとても低かったため、家族は希望を持てずにいたのです。そんな時に登場したのが、ゴールデンレトリバーのカーネルでした。カーネルを紹介されたケイレブ君は、明らかに興味を持って反応したのです。このケイレブ君の様子を見たベンに、希望の光が見えました。ケイレブは回復するかもしれない。カーネルと一緒にいるケイレブ君は少しずつ動けるようになり、作業療法士に教えられたようにボールを掴んで投げ、カーネルに拾ってもらうという動きができるようになりました。作業療法士によれば、子供たちは犬と触れ合うことで自分の体をコントロールできるようになるのだそうです。犬と遊びたいという気持ちが体を動かすモチベーションになるのです。この時、子供たちにはリハビリをしているという感覚はなく、犬と遊んでいるという遊びの時間になるため、ただ楽しんでいます。そうしてケイレブ君はカーネルを撫でたり足を乗せたりという行動を自分からするようになりました。全く動けずにベッドに寝ていた状態のケイレブ君は、笑顔を見せて会話をするようになり、ゆっくりと歩いたりできるようになっていたのです。一匹の犬が子供をここまで回復させる力があるというのは、動物の力には無限の可能性があるのかもしれないですね。そうしてこの話の中にはもっと素晴らしいことがあります。それは父親ベンと事故時に同乗していなかったケイレブ君の兄クイン君の行動でした。妻と子供2人を亡くし、ケイレブ君が重傷を負った事故を起こした若者に連絡を取り、このドライバーの不注意運転による事故を許したのです。彼は飲酒運転をしていたわけじゃないし、悪い子じゃない。さらにベンは亡くなった子供の一人、エスターの臓器を寄付するという難しい決断もしていたのです。この寄付のおかげでソルトレイクシティの4歳の少年の命が救われました。 Recently this year I have gotten the honor of graduating high school. I have graduated from a seminary class in our church and I have been awarded the ranking of Eagle Scout in my troop.I've been accepted to BYU Provo and I will be following a career plan in chemical engineering. If Colonel was here, I'd just have to give him a big hug because I love him.
that guy. He's just helped me so much. こうしてカーネルのおかげで奇跡のような回復をしたケイレブ君。絶望的な状況でも動物によって救われることがあるんですね。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。